まあ、錯綜できない角度として、まあ、よく知られていますよね。よって、T2 は有理辺三角形では分割できないということになりますね。はい。まあ、これは、まあ、錯綜の理論、まあ、ガロア理論なんかを、まあ、すでに知っている立場からすると、こういう、まあ、こういう解もあるということですね。はい。ということで、まあ、そろそろ時間もね、結構経ったので、まあ、今回はね、まあ、本の感想はいいですかね。ということで、まあ、もう一度、今回の問題ですが、A の B 乗と B の A 乗が、まあ、これが同類と、まあ、AB は2以上と、これによって自然数を類別したときに同値類はどうなるかという問題でしたね。はい。まあ、特に、さっきの C4、クラス4がどうなるかということですね。はい。まあ、これをね、挑戦していただければと思いますね。解けた方はね、ぜひともコメントに、書いていただければと思います。まあ、ということでね、今回の動画が、まあ、参考になったという方は、どうか、チャンネル登録、高評価等、よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。